今回紹介するのは2025年を制覇する「破壊的企業」SBC 書という本です。体験をサブスクリプションで提供するビジネスへの意見を読める本で取り上げられたアメリカ企業のビジネスの進め方考え方が 一一通り整理して一気に読むことができた。これからの5年間への著者の考え方を読めたことも参考になったより良い体験を継続的に提供できる企業が成長できるだけでなく行動して自分だけの体験を作り出し続ける個人がそれを世の中に広めるときに。 これらの企業をインフラとして使いこなすことに個人はチャンスを見出しうるのかなと思った今の立ち位置を理解できる本です。2025年までに何が起きるのかを分かりやすくまとまっています。内容は情報を常に意識して取りに行っていないと知らない分からないことが多く危機感に襲われるくらいです。加えて 私自身にとって手触り感が少ないことがさらに怖いと感じました。情報の追加とテクノロジーや社会さまざまな動向に対して。 ピンめめすす。る項目が散りばめられた書です日本企業の生きる道はガーファンに対する自分の未熟な知識を補完してくれる書籍本当なら書籍に頼ることなくこのような知識を身につけなければならないと反省しつつ読みましたテスラがエアコン事業に参入する背景などもわかるような気がします すでに日本企業は対抗できない状況ですがその中でどうやって生き抜いていくかを考えさせられます迎合するのか下僕となるのか正面から衝突して独裁するのか特に若い人たちに読んでもらいたいです以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。